雨止んでるんじゃない？ちょっとこうだいぶ朝まで雨降ってた感じはあるけど、雨予報やったけどなんとか今止んでる。いい感じや。ということで本日は4月30日で平成最後の日で、ちょっと明日から令和になるってことで、ちょっと1時から用事があるからその前にちょっと移動。それで今回は前回ちょっとチラって見せた、前回とか結構前かな、チラって見せたあの、ね、チケット、ライブのチケットで、今日ライブがある日やからめっちゃ楽しみだな。ちょっと晴れへんかったのは残念やけど、まあ室内やから問題ないかな。まさかのここ終着並ぶのね。 JR で待ち合わせないけどまだ並ぶねんな。オープン時ぐらいしっかり並んでる。来た来た、映ってないけどあんまり。ということで JR ゲット、多分30分が並んだんちゃうかな。ちょっとサンドイッチのサバサンドとこのチーズクリームラテ黒糖じゃん。ということでこれ南座で、南座でキャリーパミパムのライブを見る。楽しみ。というわけで本日は日付が超えて5月1日で、ちょっとここの金色さん、この緑のとこ、ここが蜂蜜専門店でそこやってる食、クリームパン屋さんで、ちょっと令和限定のクリームパンが出るから、11時発売やけど、ちょっと早く着きすぎたから、ちょっと待ち。並んだおかげで1番でゲット、ちゃんと買えた。蜂蜜屋さんはこんなん。